はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回はですね、開封動画ではなくて、ちょっと皆さんにですね、まあ、考えてほしいなっていう動画なんです。まあ、別に批判動画とかじゃないんですけど、まあ、ちょっと厳しいね、言葉もちょっと言ってきますんで、ちょっとご了承ください。ですね、まず、まあ、ちょっと自分のね、発想に関してはちょっと前提を言っておきますか。まず、自分が発想するとき、ね、まあ、先日ね、ちょっと2件発送したんですけど、モノオオカブとサタンを。ね、どっちも単品だったんですけど、成虫の。まあ、その時に近場の福岡も混じってたんですよ。ね、まあ、それに、まあ、もう1件は、兵庫とか、あっちの、大阪とかあっちの方だったんですけど、まあ、それに対して、自分は、まあ、発泡酒、80サイズですね。80サイズに虫を入れて、その小さい、ボトルに生体を入れて、で、乾燥気味に、まず乾燥気味のマットを入れて、生体を入れて、で、蓋の上まで来るように、蓋のところまで来るようにティッシュを詰めて、で、蓋を押して、で、動かないように新聞紙を詰めて、で、保冷剤に、凍らした800ぐらいのペットボトル1本入れるっていうのを、この時期の基本でやってます。まあ、大体、ね、どこのショップさんも今、現時点、生体を送るときはそういう風にやってますんで、間違ってはないと思います。まず、これが自分の梱包です。ね、まずこれ一つ。で、今回ですね、まあ、もう一週間以上前になるんですけど、ボーリン二股、ね、二股最高峰の種類ですね。これの使用済みペアを落札しました。で、これがまず、前提です。で、発送元が近場の県で、まあ、夕方出しても、次の日午前中には届くという。だいたいだから、12時間弱ですね。ちょっとで届くという状況でした。で、まあ、そういう状況で、送られてくるのはボーリン二股。当然ながら、自分の前提としては、でそういう自分の梱包をやってますから、そういうふう、自分のね、近い梱包で送ってくるだろうっていうのはあったんですよ。で、まあそういう状況で送られてきました。で、届いたのがこの発泡スチロールなんですけど、結構大きめなんですね、という状況で。だいたい100から120くらいあるでしょ、サイズ的には。で、送られてきて、まあね、こういう、まあちょっともう梱包、こういうふうな新聞紙、こういうふうに入ってもらって、で、ボーリンのオス、ここに、メスの入ったプリンカップがあって、おまけの生体が3頭入ってました。これは出品の時に、そういうふうに表示されてたんで、生体、おまけの生体が3頭来るのは分かってました。で、おまけで材が2本、という状況だったんですけど、まず、まずこの梱包結構大きめなんですけど、それに対してですね、まあ、保冷剤がこれでした。ね。まあ、シュークリームとかケーキについてるような小さい保冷剤ですよね。まあ、大体、まあ、ね、ちょっと厳しい方もかもしれませんけど、この大きさの発泡仕様に対して、ね、保冷剤っていうのは正直ちょっとお粗末ですよね。で、まあ、早い話ですね。オスの方は試着だったんですよ。で、まあ、そのうちの入ったボトルがこれなんですけど、まあ、ちょっと水分が飛んでますけど、結構やっぱ湿度が高いんですよ、ボトル内が。で、もう、こっちとか何も詰まってなくて、ほんとこの状態でオスがひっくり返って死んでたっていう状況なんですね。まあ、お粗末ですよね。自分の基準とか生態、ね、ショップさんから送られてくるやつから比べればほんと、厳しい言い方かもしれませんけど、お粗末。ね。ちょっと雑ですよね。で、まあ、オスが試着だとか、それではどうでもいいんです。結局欲しかったのは、交尾済みのメスで、実際もうね、メスは生きてたんで、そのままブリードして、もう1週間足らずで、ここにまあ、採卵してるのは5個
で、ダメ卵も合わせれば、もう9から10近く取ってますんで、9とか10ぐらい取、10ぐらい取ってんのかな。まあ、そういう状況なんで、まあ、まあ、オスの試着なんてどうでもいいんですよ。オスはもう本当いなくても、いてもいなくてもよかったんですよ。まあ、本当それ、だからそれではどうでもいいんですよ。オスの試着なんていうのは。まあ、ね、ちょっと梱包が雑だよねっていうのは言いたいですけど。まあ、それは置いとく。それは、今回のメインの話ではないんです。今回のメインの話は、ちらっと言ったさっきのおまけの幼虫3頭なんですよ。で、幼虫3頭これだったんですけど、これですね、なんかなと思ったんですよ。そのおまけはついてからお楽しみって書いてあったんで、で、開けてみて何かなと思ったら、これタランドス細赤、あ、タランドスだって書いてあるんですよ。で、タランドス細赤かなって一瞬思ったんですけど、オスのサイズが81ミリで、なおかつ、入ってたのは、これも劣化しちゃったんです。禁止だったんです。禁止の砕かれたやつだったんですよ。ということは、タランドス細赤ではなく、タランドス大ツヤなんですよ。ここが一番俺は問題だと思うんですよ。ね、何が問題か。タランドスって、マットとか、一般的なマット禁止では育たないんですよね。タランドスをはじめとしたレギウス、黄金鬼っていうのは、ね、河原禁止でしか育たないんですよ。ね。それを事前に告知してなかった。ここに自分は、どうなのかな、というのを思ってるんですね。どうなのかな、それは。もちろんね、それはね、向こう出品者としては、ね、善意なんです。善意。だってね、自分の持ってる生態を無料で相手におまけとして渡すわけですから。それは善意なんです。ただし、その善意をしたことで相手がね、どういう思いをするの、どういう事態になるのかっていうのを想定してないっていうのが問題なんですよ。だってね、考えてみてくださいよ。マットとか禁止って、まあ、ね、まあ、ね、なかなかキワキワでね、やってる人は少ないと思うんですけど、少ないと思うんですよ。まあ、キワキワやってる人もいますけど、やっぱり多少ね、まあ、禁止はともかく、マットなんかだったら、少しストックを持ってる人はそんなだと思うんで、まあ、ね、普通常の趣味なら、ね、どうにでもできるんですよ。ただ、ね、河原禁止で育てる種類だと、河原禁止用意してないと、飼育することができないんですよ。で、体質によっては、体質とか、環境とかによっては、ね、河原禁止を受け付けない、河原禁止で育てることができないっていう人もいますんだよ。河原禁止っていうか、禁止で育てることが自体ができないという人もいますよ。やっぱりそれを考えれば、ね、事前に告知は必要じゃないのかな。いくらはね、秘密ですってしていても、落札が終わって、ね、個人間で発送ビタとかを受け、ね、打ち合わせする段階になった時に、一旦そこで言うとくべきではないかな、というの。実際に今回送られてきました、タランドスが。で、自分の手元には余分な河原禁止、一本もありませんでした。河原禁止自体はあったんですけど、それは、フルストルファー黄金鬼用で買って、もう禁止交換をするために、もう環境に慣れさせてやってるやつだったので、それを使ってしまうと、フルストルファーが交換できないんで、結局タランドス用に、河原禁止をですね、このように、新たに購入するようになりました。落札した、そのやり取りした時にタランドスを送りますって言ってくれれば、ね、フルストルファー用の禁止を注文したときに一緒に、注文することができてました。ね。ちょっと厳しい方も、になるかもしれませんけど、ね。で、まあ、今回、タランドス用に買ったのは、佐賀県のブラスっていうお店の禁止、河原禁止です。まあ、そこそこ成績出てるらしいんで、まあ、今回ちょっと使ってみようかなっていうので買ってみたんですけど。で、ね。さっきも厳しい言い方しましたけど、やっぱりね、善意を、ね、善意なのはわかるんです。ね。ただ、ね、それを、善意、押し付けになってはやっぱいけないんですよ。ね。
いくら善意だってもそれを押し付けになってはいけないんですね。で、人によってやっぱりね、もし事前に知っていたら、ね、もう本当禁止で育てることはできない。ね、そういう人がもしこれを受け取ったらどうすることもできないんですよ。ね、やはりそうなる場合、ね、シチュエーションも考えるとやはり、事前に個人間のやり取りになった時に、やはり、ね、事前にこう告知するのは必要じゃないかなって思うんですよね。まあなかなかね、難しい問題だと思いますよ。こっちは全員でやってるのにって。全員でやってるのに、カモスケというやつは何かこう、ね、文句を垂れるのかという、言われると思いますけど、でもやっぱりですね、やっぱ全員の押し付けになってはいけないと思うんです。そこだけはちょっと強く言いたいです。ね。まあね、ね、動画に対して自分が何を言われようがですね、どうでもいいんですけど、やはりちょっとね、皆さんもですね、ちょっと少しですね、考えてもらいたいなと思って、今回ちょっとね、この動画を、撮影してみました。まあね。まあ、皆さんもですね、ちょっと考えてみてください。それではですね、動画を終わります。